パウル・ビル・ヘルム・ケラー・ロイは、ドイツの風景画家、風俗画家である。聖のロイトリンゲンは、同時代の画家に、同性同名などの区別などの目的で、出身地を聖に付加したのと、同種子のペンネームである。南ドイツのロイトリンゲンに生まれた。1868年に、ロイトリンゲンの実業学校を卒業した後、シュトガルトのアドルフ・クロースに基本画を学んだ。 1872年から、シュトゥットガルトの美術学校で、ネイラーに学び、1873年から、ミュンヘン美術院でザイツに学んだ。1874年からは、シュトゥットガルトで、ヘーバーリンの絵画クラスで学び、1875年から1年間、ウルムで兵役に就いた後、1876年から1879年の間、イタリアに滞在し、ベネツヤ、 フィレンツェ、ローマ、ナポリ、カプリを訪れた。帰国後はミュンヘンに近いフィルステンフェルトブルックに住んだ。1898年に女優のベッチェルと結婚し、1899年にミュンヘン美術院の教授となり1902年からミュンヘンで暮らした。1893年にミュンヘン分離派の創立メンバーとなり、ミュンヘンのガラス宮殿で開かれる。 展覧会や分離派の展覧会、ベルリンの国際展覧会に出展した。ケラーの作品は、ミュンヘンの美術館、ノイ・エピナコテークや、シュトットガルトやフランクフルトンの美術館に収められている。雑誌、ユーゲントの挿絵や絵ガキの絵も描いた。ありがとうございます。